無料オーディオブック学問のすすめ福沢諭吉十一編名文をもって偽君子を生ずるの論第八編に城下紀仙の名文よりして夫婦親子の間に生じたる弊害の例を示しその前の及ぶところはこの他にもなお王子との次第を知るせりそもそもこの名文のよって起こるところを案ずるに その形は、兄弟の力をもって、象尺を制するの儀に相違なしといえども、その本意は、必ずしも、悪念より生じたるにあらず。必胸世の中の人を、バシ介カにして、善なるものと思い、これを救い、これを導き、これを教え、これを助け、ひたすら、目上の人の命について、かりそめにも、自分の良見を出ださしめず。 目上の人は、大抵自分に覚えたる手心にて、良きように取り計らい、一国の政治も、市村の支配も、店の始末も、家の世界も、上下心を一にして。あたかも、世の中の人間交際を、親子の間柄のごとくになさんとする首位なり。例えば、十歳前後の子供を取り扱うには、もとより、その両権を出だ、差しむべきにあらず。 大抵良心の見計らいにて、衣食を与え。子供は、ただ、親の言に、もとらずして、その指図にさえ従えば。寒き時には、ちょうど綿入れの用意あり、腹の減る時には、すでに飯の支度整い。飯と着物は、あたかも天より降りきたるがごとく、我が思う時刻に、そのものを得て。何一つの不自由なく、安心して家におるべし。 両親は、おのがみにもかえられぬいとしごなれば、これを教え、これをとし、これをほむるも。これをしかるも、皆んの愛情よりででざるはなく、親子の間一体のごとくして、その、心よきことたとえんほうなし。すなわち、これを親子の交際にして、その際には、上下の名分も立ち、かつて差し支えあることなし。世の名分を主張する人は、 この親子の交際をそのまま人間の交際に移し取らんとする考えにて随分面白き工夫のようなれどもここに大なる差し支えあり親子の交際はただ知力の熟したる身の父母と10歳ばかりの身の子供との間に行なわるべきの身他人の子供に対してはもとより叶えがたしたとい身の子供にてももはや20歳以上に至れば次第に その趣を改めざるを得ず。いわんや、年すでに、長じて大人となりたる他人と他人との間において親。とても、この流儀にて、交際の、行なわるべきりなし。いわゆる願うべくして行われ、敵者とはこのことなり。さて、今、一国といい、市村といい、政府といい、会社といい。すべて、 人間の交際と名づくる者は皆大人と大人との仲間なり他人と他人との付き合いなりこの仲間付き合いに身の親子の流儀を持ち因とするもまた仇にあらずやされどもたとえ身には行われ仇ことにてもこれを孔能でて極めて都合よからんと心に想像する者は その想像を実に施したく思うもまた人情の常にて。すなわち、これより名分なるものの起こりて、先生の行われるゆえんなり。ゆえに、いわく、名分のもとは、悪念より生じたるにあらず、想像によりて強いて作りたるものなり。アジア諸国においては、国君のことを、民の父母といい、人民のことを紳士または赤子といい。 政府の仕事を、牧民の職と唱えて、つっかえだには、地方官のことを、南州の牧と名付けたることあり。この牧の字は、従類を養うのぎなれば、一州の人民を、牛羊のごとくに取り扱うつもりにて、その名目を、公然と看板にかけたるものなり。あまり、失礼なる仕方にはあらずや、各人民を子供のごとく、 牛羊のごとく取り扱うと、言えども、前段にも言える通り。その初めの本意は、必ずしも悪念にあらず、かな身の父母が、身の子供を養うがごとき思考にて。第一番に、国君をひじりあきらなるものと定め、権量法制の死を挙げて、これを助け。一辺の指針なく、反転のがよくなく、清木子と水のごとく、直木子と矢のごとく。 己が心を押して人に及ぼし、民を伏するに情愛をおもとし、飢饉には米を窮し。火事には銭を与え、婦女救い育てして、衣食住の安楽をえせしめ、神の特化は、南風の香るずるがごとく。明のこれに従うは、草のなびくがごとく、その柔らかなるは綿のごとく、その無心なるは木石のごとく。上下合体ともに、 太平を歌わんとするのも黒みならん。実に、極楽なありさまを模写したるなごとし。されどもよく事実を考えうれば、政府と人民とは、元骨肉の縁あるにあらず、実に他人の付き合いなり。他人と他人との付き合いには、常実を要ゆべからず、必ず規則約束なるものを作り。互いにこれを守りて、貧毛の差を争い、双方、 共に帰って丸く収まるものにて。これすなわち、国宝の起こりしゆえんなり。かつ右のごとく、肘利らの君と権領の使徒従順なる民とその注文は、あれども、いずれの学校に入れば。各無傷なる政権を作り出すべきや、何らの教育を施せば、各結構なる民を得べきや。当人も、州の世以来、しきりにここに心配せしことならんが。 今日まで一度も注文通りに収まりたる時はなく。とどのつまりは今の通りに外国人に押し付けられたるにあらずやしかるにこの意味を知らずして効かぬ薬を再三飲むがごとく小型な細工の人生を持ち神ならぬ身の政権がその人生に無理を調合して強いて御恩をこうむらしめんとし御恩は返じて迷惑となり人生は かしてから放となり、なおも太平を歌わんとするか、歌わんと欲せば一人歌いてかなり、これを忘る者はなかるべし、その目論みこそ上になれ、実に、となりながらも、報復に応えざる次第なり、この風呂儀は、一人政府のみに限らず、商家にも、学塾にも、宮にも、寺にも行われざるところなし。今 その一例を挙げて言わん。店中に旦那が一番の物知りにて元帳を扱う者は旦那一人従って番頭あり手代ありておのおのその職分を勤む群れども番頭手代は商売全体の仕組みを知ることなくただやかましき旦那の指図に任せて給金も指図次第仕事も指図次第 商売の損得は元帳を見て知るべからず、朝夕旦那の顔色をうかがい。その顔に笑みを含むときは商売のあたり。眉の上にしわを寄するときは商売の外れと推量するくらいのことにて何の心配もあることなし。ただ、一つの心配は、己が預かりの帳面に筆の働きを持って、国内の仕事を行わんとするの一時のみ。わしに、 ひとしき旦那の眼力も、それまでには及びかね、律儀一変の忠介と思いのほかに。駆け落ちかまたは、頓死のその後に手帳面を改むれば、ほらのごとき大穴を開け。初めて、人物の頼み敵を探索するのみ。されども、子は、人物の頼み敵にあらず、先生の頼み敵なり。旦那と忠介とは、赤の他人の大人にあらずや、 その忠介に商売の割合を馬約束もせずして子供のごとくにこれを扱わんとせしは旦那の不良権と言うべきなり右のごとく上劇戦の名分を正しただその斜みを主張して先生の権を行わんとするの原因よりしてその毒の吹き出すところは人間に流行する偽者術作の容体なりこの病に かかる、社を、偽君子と名付く。例えば、宝剣のように、大名の家来は、表向き皆中心のつもりにて、その形を見れば、君心上下の名分を正し。辞儀をするにも、敷一筋の内外を争い。暴君のタイヤには精進を守り、若殿の誕生には上下を着し、念頭の衆儀。母大書の三系一人も欠席あることなし。 その5分に、いわく、貧は、死の常、人中報告またいわく。その職を、ハム、シャワー、そのことにしすなどと、体操らしく言いふらし。諏訪と、いわば今にも討ち死にせん勢いにて、一通りのものは、これに欺かるべきありさまなれども。ひそかに一方をより伺えば、果たして例の偽君子なり。大名の家来に、 よき役儀を勤むる、者あれば、その家に、銭のできる派何ゆえぞ。定まりたる家力と定まりたる役料に、定一線の余罪も入るべきりなし。しかるに出入差し引きしてあまりあるは、甚だ怪しむべし。いわゆる役得にもせよ、賄賂にもせよ、旦那のものをせしめ、たるに相違はあらず。その、最も著しきものを挙げて言えば、不審奉行が、 大工に割り前を促し、会計の役人が、出入りの町人より、付け届けを取るがごときは、三百諸行の家に、ほとんど常識の法のごとし、旦那のためには、女前に討ち死にさえせんといいし、中心義氏が、その買い物の坊先を切るとは、あまり不都合ならずや、金箔付きの偽君子というべし、あるいは、稀に正直なる役人ありて、 賄賂の沙汰も聞こえざれば。前代未聞の名信と、定一範疇の評判なれども、その身は、わずかに銭を盗まざるのみ。人に等身なければと、手様で、込むべきことにあらず。ただ、偽君子の群衆するその中に、住人並みの人が混じる、ゆえ、格別に目立つまでのことなり。必きこの偽君子の滝も、そのもとを広塗れば個人の妄想にて。 世の人民をバミナ結構人にして推しや隙者と思い込みその兵ついに先生抑圧にいたり詰まるところは飼い犬に手をかまるる者なり返す返すも世の中に頼み亡き者は名分なり毒を流すの大なる者は先生抑圧なり恐るべきにあらずやあるる人いわく書のごとく人民不実の悪霊なみをきぐれば 再現もなきことなれども、しっかしかるにもあらず。我が日本は、二の国にて、古くぎしの身を捨てて、君のためにしたる礼は、花肌大しと。答えて、いわく、誠に、しかり、古くぎしなきにあらず、ただその数少なくして、三刀に合わぬなり。元禄年中は、義気の花盛りとも言うべき時代なり。この時に、阿公七万石のうちに、 義士四十七名あり。七万石の領分に、およそ七万の人口あるべし。七万のうちに四十七あれば、七百万のうちには、四千七百あるべし。物変わり星移り、人情は次第に薄く、義器も、落下の辞節となりたるわ。世人の、常に言うところにて、相違もあらず。ゆえに、元六年中より、 人の義器に3割を減じて7かけにすれば700万につき3290の割合なり今日本の人口を3000万となし義士の数は1万4100人なるべしこの人数にて日本国を保護するに足るべきや3歳の同時にも感情はできることならん右の議論によれば名分は丸つぶれの話なれども念のため ここに一言をたさん。名文とは、巨食の名目を言うなり。巨名とあれば、上撃戦失敗無用のものなげども。この巨食の名目と身の食分とを入れ替えにして、食分をさえ守れば、この名文も、差し支えあることなし。すなわち、政府は、一国の帳場にして、人民を支配するの食分あり。人民は、一国の禁止にして、 国用を求するの職文官の職文は、政法を議定するにあり、武官の職文は、命ずるところに赴きて戦うにあり。このほか、学者にも町人にもおのな定まりたる職文あらざる話。しかるに、半開半地の飛び上がり者が、名文は無用と聞きて、早く、すでに、その職文を忘れ。人民の地位にいて、 政府の法を破り、政府の命をもって、人民の産業に手を出だし。兵隊が祭りごとを起して、自ら戦を起こし。文官が、腕の力に負けて、武官の指図に、銀ずるのことあらば、これこそ国の対乱ならん。自主自由の生かじり、にて、無政無法の騒動をなるべし。名文と職文とは、文字こそ掃除たれ、 その周意は全く別物なり。学者これを誤りしたためむることなかれ。12編。演説の法を進むむるの説。演説とは、英語にてスピーチといい、大勢の人を介して説を述べ。席上にてわが思うところを人に伝うるの法なり。我が国には、イニシえよりその法あるを聞かず、寺院の説法などは、まず、この類なるべし。 西洋諸国に、では、演説の方を最も盛んにして、政府の議員、学者の集会、商人の会社、市民のよりあいより、冠婚葬祭、開業、開店等の祭事に至るまでも、わずかに、十数名の人を介することあれば、必ず、その会につき、あるいは、介したる周を述べ、あるいは、人々平成の持論を吐き、あるいは、 即席の思いつきを解きて、集客に披露するの風なり。この法の大切なるは、もとより論を待たず。例えば、今、世間に、手議員などの説あれども、た党委員を開くも、第一に、説をじつぶるの法をあらざれば。議員も、その用をなさざるべし。演説をもって、ことをじつぶれば、その事柄の大切なると、いなとはしばらく起き。 ただ、口上をもってじゅつぶるの際に、おのずから味を生ずるものなり。例えば、文章に、しるせ、ばさまで、意味なきことにても、言葉をもってじゅつぶれば、これを了解することやすくして、人をかんぜしむるものあり。古今に、名高き名詞名歌というものも、この類にて。このしいを、尋常の文に分けすれば、とえで、面白き味も泣きがごとくなれども。 進化の法について、その定裁を見売れば、限りなき風知を生じて、週心を感動せしむべし。ゆえに、一人の意を囚人に伝うるのすみやかなると、稲とは、そのこれを伝うる方法に関することはなはら大なり。学問は、ただ読書の一家にあらずとのことは、すでに人の知るところなれば、今これを論弁するに及ばず。学問の、要は活用にあるのみ。 活用なき学問は無学に等し。在籍あるる志士学の書生、多年江戸に修行して、その学流につき、小王やの説を移し取り。日夜怠らずして、数年の間に、その写本数百巻を成し、もはや学問も制御し、たるが、ゆえに故郷へ帰るべしとて。その身は東海道を降り、写本は、つづらに納めて、 大回しの船に積み出せしが、不幸なるかな。東州灘において、南戦に及びたり。この災難によりて、かの書生も、その身は帰国したれども。学問は、失海海に流れて、心身に伏したるものと、では、何一物もあることなく。いわゆる本来無一物にて、その具は、まさしく前日に異なることなかりしという話あり。 今の洋学者にもまた、この懸念なきにあらず。今日都会の学校に入りて、読書講論の様子を見れば、これを表して、学者と言わざるを得ず。されども今にわかに、その現象を取り上げて、これを田舎に放逐することあらば、親戚。法友にあうて、我が輩の学問は、東京に残しをきたりと言い訳するなどの気談もあるべし。ゆえに、 学問の本周は読書のみにあらずして精神の働きにありこの働きを活用して実地に施すにはさまざまな工夫なかるべからずオブセルベーションとは事物を視察することなりリーゾニングとは事物の道理を推き極むして自分の説を付けくることなりこの2箇条に手はもとよりいまだ 学問の方便を尽くしたりというべからず。なおこのほかに書を読まざるべからず書をちょわさざるべからず人と談話せざるべからず人に向かい手言を述べざるべからずこの書見のすべを用い尽くして初めて学問を勉強する人というべしすなわち視察水極む、読書はもってさとし美を集め談話はもってさとし美を攻易し著書 演説は、もってさとしみをさんずるのすべなり。しかり、思考して、この諸すべのうちに。あるいは、一人の私をもってよくすべきものありといえども。談話と演説とに、至りては、必ずしも、人と共にせざるを得ず。演説会のようようなることもって知るべきなり。法婚、我が国民において最も売れうべきは、その見識のいい屋敷ことなり。 これを導きて、交渉の域に進めんとするは、もとより、今の学者の職分なれば。いやしくも、その方便あるを、ちらば力を尽くして、これに従事せざるべからず。しかるに、学問の道において、談話、演説の大切なるは、すでに明白にして。今日、これを実に行うもの、なきはなんぞや。学者の乱だと言うべし。人間のことには、 内外療養の別ありて、二つながら、これを務めざるべからず。今の学者は、うちの一方に身を任して、外の務めを知らざる者を推し。これを思わざるべからず。私にしむふかしなるは淵のごとく、人に接して、活発なるは非張のごとく、その、密なる野外な気がごとく。その後を大なる野外な気がごとくして、初めて、真の学者と称すべきなり。 人の貧困は交渉ならざるべからざるの論。禅城に、彭根我が国において最も売れうべきは、人民の見識未だ交渉ならざるの一時なりと言えり。人の見識貧困は、微妙なる理を断ずるのみにて、交渉なるべきにあらず。前家に、五道などのことありて、その理、すこぶる幻妙なるよしなれども、その僧侶の諸行を見れば。 上にしてように適せず、事実においては、漠然として、何らの見識もなきものに等しまた、人の見識、貧困は、ただ分身の広きのみにて、交渉なるべきにあらず。漫画の書を読み、天下の人に交わり、なお、一個の定見な記者あり。古襲を牧師する漢受者のごときこれなり。ただ者のならず、洋者といえども、 この兵を免れず。今、西洋日清の学に志し、あるいは、経済書を読み、あるいは、終身論を講じ、あるいは理学、あるいは地学。日や精神を学問に委ねて。その情、あたかも、経局の上に座して師匠にこらえ、ゆべからざるのはずなるに。その人の私につきてこれを見れば、決して叱らず、目に経済書を見て、 一家の産を営むを知らず口に終身論を講じて一心の徳を治む,むるを知らずその諸論とその諸業とを比較するときはまさしく二個の人あるがご得してさらに一定の見識あるを見ず筆強子のやからの学者といえどもその口に講じ目に見るところのことを場合で人なすにはあらざれども 事物の是を是とするの心と、その是を是として、これを事実に行うの心とは、全く別のものにて、この2つの心なるものあるいは、並び行われることあり、あるいは、並び行われざることあり。意思の不養生といい、論語読みの論語知らずということわざも、これらのいいならん。故に、いわく、人の見識、貧困は、原理を、断じて、 交渉なるべきにあらず、また、文身を博くするのみにて。交渉なるべきにあらざるなり。しからばすなわち、人の見識を交渉にして、その貧困を定期するの方をいかがすべきや。その溶決は、事物なありさまを比較して、上流に向かい、自ら満足することなきの一時にあり。ただし、ありさまを比較するとは、ただ一時一物を比較するにあらず。 この一体のありさまと、かの一体のありさまとを並べて、双方の特質を残らず察せざるべからず、例えば、今、少年の生徒、主食に、おぼるるの沙汰もなくして謹慎勉強すれば、不兄、長老に、とがめら、るることなく、あるいは得意の色をなすべきに似たれども、その特色は、ただ、他の部来生に比較してなすべき特色のみ。 謹慎勉強は人類の常なり、これを称するに足らず、人生の約束は別にまた高きものなかるべからず。広く、古今の人物を数え、誰に比較して、誰の興行に等しきものをなさばこれに満足すべきや。必ず、上流の人物に向かわざるべからず。あるいは、我に一得あるも彼に二得あるときは、我は、 その一徳に休んずるのりなし。いわんや、行進は先進に勝るべき約束なれば。いにしえを空襲して、比較すべき人物なき、において親や。今人の食分は、大にしておもしというべし。しかるに、今、わずかに、謹慎勉強の一時をもって、人類障害のこととなすべきや。思わざるの甚だしきものなり。人として、主食に、 オボるる、者は、これを、非常な怪物と言うべきのみ。この怪物に比較して、満足する者は、これを、例えば双眼をぐするをもって、得意となし。盲人に迎えて誇るがごとし。いたずらに具を表するに足るのみ。ゆえに、主食云々の段をなして、あるいは、これを論破し、あるいはこれを是非するの間は。統計、 モロロンの卑しきものと言わざるを得ず。人の貧困を少しく進むときは、これらの身ニ九は、すでにすでに経過資料して。現に発するも、人に意図をあるるに至るべきはずなり。香港、日本に手学校を表するに、この学校の風俗破格のごとし。かの学塾の取り締まりはうんうんと、で、世の父兄は、もっぱら、この風俗取り締まりのことに心配せり。 そもそも、風俗取締りとは、何らの過剰を指して言うか。熟方言にして、生徒の宝刀ぶらいを防ぐにつき、取締りの行き届きたることを言うならん。これを、学問所の美事と称すべきか。やからは、かえってこれを外るなり。西洋諸国の風俗決して見なるにあらず、あるいは、その醜みるに忍びざる者王子といえども。 その国の学校を評するに、風俗の正式と取り締まりの行き届きたるとのみによりて、名誉を得るものあるを聞かず。学校の名誉は、学科の交渉なると、その教法の巧みなると、その人物の貧困を高くして。議論の癒やしからざるとによるのみ。ゆえに、今の学校を支配して、今の学校に学ぶものは、他のいやしき学校に比較せずして。 世界中上流の学校を見て特質をベンゼザルべからず。風俗の美にして取り締まりの行き届きたるも学校の一徳というべしといえども。その徳は学校たるものの、最もいやしむべき部分の徳なれば豪雨もこれを誇るに足らず。上流の学校に比較せんとするには別に勤むるところなかるべからず。故に学校の急務として いわゆる取締りのことをダンズルの間はたとえその取締りはよく行き届くも決してそのありさまに満足すべからざるなり一刻なありさまをもってロンズルもまた格のごとし例えばここに一政府あらん権量法制の士を挙げて祭りごとを任し民の苦楽を察して適宜の処置を施し心象筆罰 王位行われざるところなく、万民腹を越して太平を歌うがごときは、誠に誇るべきに似たり。しか、理といえども、その賞罰といい、王位といい、万民といい、王平というも。執括一国内の異なり、一人あるいは数人の意になりたるものなり。その特質は、その国の前代に比較するか、または、他の悪政府に比較して誇るべきのみにて。 決して、その国しっかりなありさまをつまびらかにして他国と会いたいし、一より十に至るまで比較したるものにあらず、もし、一国を全体の一物と見なして、他の文明の一国に比較し、数十年の間に行われる双方の特質を察して互いに加減成就し、その実際に現れたるところの損益を論ずることあらば、その誇るところのものは、 決して誇るるに足ららざるものならん例えばインドの国体級ならざるにあらずその文物の明けたるは西洋紀元の前数千年にありぜ理論の精密にして幻妙なるはおそらくは今の西洋諸国の理学に比して恥ずるなきものたかるべしまた在籍トルコの政府も意見最も,も今を盛りにして霊学性罰の方人しせいならざるはなし 君長懸命ならざるにあらず、定心法制ならざるにあらず。人口の秀太なること兵士の武勇なること金国に比類なくして。一時は、その名誉を、四方に輝かしたることあり。ゆえに、インドと取ることを評すれば、兜は、有名の文国にして、オツは武勇の大国と言わざるを得ず。しかるに、香港、この二大国のありさまを見るに。 インドは、すでに、英国の車両に帰して、その人民は、英政府の奴隷に異ならず。今のインド人の豪は、テダーヘンを作り手つっかえ、打人を毒殺し、一人英称をして、その間に、毒薬売買の利を得せしむるのみ。トルコの政府も名は独立というと、いえども、商売の件は、英仏の人に占められ、自由貿易の苦読をもって、 国の物産は日に衰日し、旗を織るものもなく、機械を制するものもなく、額に汗して土地を耕すか、または手を袖にして、いたずらに実月を消えするのみにて。一切の製作品は、英仏な輸入を仰ぎ、また国の経済を沈るによしなく。さすがに武勇なる兵士も貧乏に制せ,せられて用をなさずという。右のごとく。 インドの文も、トルコの文も、かつて、その国の文明に焼きせざる派なんぞや、その人民の所見わずかに一国内にとどまり、自国のありさまに満足し、そのありさまの一部分をもって他国に比較し、その間に優劣なきを見て、これに欺かれ、議論もここに止まり、徒党もここに止まり、勝敗永続ともに、他のありさまの全体を目的とすることを知らずして、 万民太平を歌うか、または、軽慶下かに攻めぐのその間に、商売の経緯にあっしられて、国を失うたる者なり、要衝の向かうところは、アジアに敵なし、恐れざるべからず、もし、この慶敵を恐れて、かねてまた、その国の文明を慕うことあらば、よく、内外のありさまを比較して、ストムム、ル、ところなかるべからず。 13編縁持ちの人間に害あるお論ず。およそ人間に不徳の秩序を押しといえどもその交際に害あるものは縁望より大なるはなし丹林斜視非胞の類はいずれも不徳の著しきものなれどもよくこれを吟味すればその働きの素質において不全なるにあらずこれを施すべき場所柄と その強弱の旅と、その向かうところの方角とによりで、不徳の名を免れ、ルルことあり。例えば、ゼニを好んで飽くことを知らざるを、丹林という。されどもゼニを好むは、人の天性なれば。その天性について、十分にこれを満足せし、面とするも、決して咎むべきにあらず。ただ、利害のゼニを縁として、その場所を誤り、 銭を好むの心に限度なくして理の外にいで。銭を求むるの方向に迷うて理に反するときは、これを丹林の不徳と名づくるのみ。ゆえに銭を好む心の働きを見て、直ちに不徳の名を下すべからず。その徳と不徳との分解には、一辺の道理なるものありて、この分解のうちにあるものは、すなわちこれを石鹸といい。また、 経済と称して、まさに、人間の勤むべき美徳の一家情なり。写詞もまた書くのごとし。ただ、身の無現を得つゆると稲とによりて、徳不徳の名を下すべきのみ。経団を着て、あたけによる、お好むは人の正常なり。天理について、この情欲を慰むる、に、何ぞ、これを、不徳と言うべけんや。積んでよく参じ、参じて乗りを越えざる者は、 人間の美女と称すべきなり。また、誹謗と弁漠とその間に初をいるべからず。他人に曲をしうるものを誹謗といい。他人の惑いを解きて我が真理と思うところを弁ずる者を弁漠と名付く。ゆえに、世に、未だ真実無謀の行動を発明せざるの間は、人の議論もまた。いずれを是として、 いずれを非とすべきやこれをテーむべからず。ぜひ、いまだ、定まらざるの間は、仮に、世界の終論をもって行動となすべしといえども、その修論のあるところを明らかに知ることはなはだやすからず。故に、他人を誹謗するものを召して、直ちに、これを不得者と言うべからず。その果たして誹謗なるか、または真の弁惑なるかを区別せんとするには、 まず、世界中の行動を求めざるべからず。右のほか強豪と勇敢と、そやと率直と、懲うと右と。不白と英敏と相対するがごとく、いずれも、皆働きの場所と、強弱の旅と。向かうところの方角とによりで、あるいは、不得ともなるべく、あるいは、得ともなるべきのみ。一人、働きの素質において、全く、 不徳の一方に変し、場所にも方向にもかかわらずして不善の不善なる者は縁望の一家上なり縁望は働きの影なる者にて進んで取ることなく他のありさまによりて我に不平を抱き我を顧みずして他人に他を求めその不平を満足せしむるのすべは我を益するにあらずして他人を損ずるにあり例えば 他人の功とあれの不幸とを比較して、我に不足するところあれば、我がありさまを勧めて満足するの法を求めずして、帰って他人を不幸に陥れ、他人のありさまを下して、持って、比嘉の平均をなさんと欲するがごとし、いわゆるこれを憎んで、その死を欲するとはこのことなり。故に、このやからの不平を満足せ、しむれば、 世上一般の幸福をソンずるのみにて少しも益するところあるべからず。あるルニー曰く、義差虚言の悪事も、その実質において悪なるものなれば。これを縁望に比して、いずれか、軽重の別あるべからずと。答えて、曰く、誠に叱るがごとしといえども、事の原因と事の結果とを区別すれば。おのずから軽重の別なしというべからず。 擬左虚言は、もとより大悪事たりといえども、必ずしも、縁望を、生ずるの原因にはあらずして。多くは、縁望によりて生じたる結果なり。縁望は、あたかも修悪の母のごとく、人間の悪事これによりて生ずべからざるものなし。擬祭、嫉妬、恐怖、卑怯の類は、皆縁望より生ずるものにて。そのうち、形に、現れるる、 ところは、ささめごと、みつはなし、なえだん、ひけい、その外けいに破裂するところは、ととう、暗殺。息、内乱、集合も、国に、えきすことなくして。わざわいの全国に波及するに、至りては、主客ともに免れるることを得ず。いわゆる君としの火をもって、私をたくましゅうするものというべし。 遠望の人間交際に害あること書くのごとし今その原因を広ぬるにただ急の一時にありただしその急とは困窮・貧窮等の急にあらず人の言論を塞ぎ人の行償を妨げる等のごとく人類天然の働きを急せしむることなり貧窮、困窮をもって遠望の源とせば 天下の貧民は失敗不平を訴え。不器は、あたかも恨みの負にして、人間の交際は一日も保つべからざるはずなれども。事実において決して叱らず、いかに貧仙なるものにても。その貧しにして、癒しきゆえんの原因を知り、その原因の己が身寄り生じたることを了解すれば。決して、みだりに他人を縁望するものにあらず。その証拠は、 ことさらに掲示するに及ばず、今日、世界中に、貧富、貴泉の差ありて、よく、人間の交際をほつを見て。明らかにこれを知るべし。えに、いわく、風紀は、恨みの負にあらず、貧泉は、不平の源にあらざるなり。これによりて考えうれば、縁望は、貧泉によりて生ずるものにあらず。ただ、人類天然の働きをさぎで。 家福の来さみな偶然にかかるべき地位においては、はだしく流行するのみ。昔公子が、女子と商人とは近づけがたし。さて、さて困り入りたることかなと、手短足したることあり。今をもってこを売るに、これ風刺自らことを起こして、自ら、その弊害を述べたるものというべし。人の心の性は、男子も女子も異なるのりなし。また、 子供とは下人ということならんか。下人の腹からでで、たる者は、必ず下人と定まり、たるにあらず。下人も貴人も生まれ落ちたる時のせいに、移動あらざるは、元より論を待たず。しかるに、この女子と下人とに限りて、取り扱いに困るとは何えぞ。広卑つの胸を持って、あまねく人民に教え、小弱なる婦人、下人の輩を束縛して。 その働きに、豪も自由を得せしめざるがために、ついに、縁望の寄付を醸成し。その極度に至りて、さすがに皇子様も短足せられたることなり。元来、人の正常において、働きに自由を得ざれば、その勢い必ず、他を縁望せざるを得ず。因果応法な明らかなるは、麦をまきて、麦のせいずるがごとし。 聖人の名を得たる穴風氏がこの理を知らず、別に工夫もなくして、いたずらに愚痴をこぼすとは、あまり頼もしからぬ話なり。そもそも、孔子の時代は、明治を去ること、二千言うよどし、野蛮相舞の世の中なれば、教えの主位も、その時代の風俗人情に従い、天下の人心を維持せんがためには、知りて、 ことさらに束縛するの剣道なか,るべからずもし孔子をしして真の聖人ならしめ万世の後を洞察するの明らしあらしめなば当時の剣道をもって必ず心に心よしとしたることはなかるべしゆえに後世の孔子を学ぶ者は時代の考えを感情の内に入れて示唆せざるべからず二千年前に行われたる教えをそのままに 四季移しして明治年間に行わんとする者は共に、事物の相場を断ずべからざる人なりまた、近く一例を挙げて示さに縁望の流行して交際を害したる者は我が封建の時代にたくさんなる大名のご天女中をもって再とすそもそも御殿の大略を言えば虫無学くの不女子軍拠して無里氏無徳の一主人に仕え 勉強をもって、小せ、ラルルにあらず、ランダによりて、バッセラルルにあらず。いさめて叱られることもあり、いさめずして叱られることもあり、ゆうも全資源はざるもよし。いつわるも悪しいつわらざるもわるし、ただ、朝夕の臨機応変に、手主人の寵愛を行固するのみ。その情あたかも、的なきにいるがごとく、当るも巧みなるにあらず。 そうたららざるるもつたななるにあらず。まさにこれを人間外のはじめけんこんというもかなりこのありさまのうちによれば喜怒哀楽の心情必ずその性を返じて他の人間世界に異ならざるを得ずたまたま奉買に立身するものあるもその立身の方法を学ぶによしなければただこれを羨むのみこれを羨むのあまりにはただこれを妬むのみ 購買よそねみ、主人を遠望するに、忙しければ、なんぞ、お家のおんためを思うにいともまらん。中心設備は、表向きの挨拶のみにて、そのみは、畳に油をこぼしても、人の見ぬところなれば、ぐいもせずに捨ておく流儀となり、甚だしきは、主人の一命にかかる病のときにも平、平勢、購買のにらみ合いに絡まりて、思うままに、 看病をも,成し得ざるものをしなお一歩を進めて遠望嫉妬の極度に至りては毒害の沙汰もまれにはなきにあらず古来もしこの大悪事につきその数を記したるスタチスチックの表ありて五天に行われたる毒害の数と世間に行われたる毒害の数とを比較することあらば五天に悪事の盛んなること断じて知るべし 炎坊の災い屋に恐怖すべきにあらずや。右御天女中の一例を見ても、大抵、世の中のありさまは押して知るべし。人間最大の災いは、炎坊にありて、炎坊の源は、急より生ずるものなれば、人の言路は開け飾るべからず。人の行差は妨ぐべからず。試みに、英や諸国のありさまと、我が日本のありさまとを比較して、 その人間の交際において、いずれか、よくかの五殿の趣を脱したるやと問うものあらば、与野からは、今の日本を召して、全く五殿に異ならずというにはあらざれども、その境外を去るの遠近を論ずれば、日本はなおこれに近く。栄、えー、や諸国は、これを去ること当主と言わざるを得ず。栄、え、や、ー、の人民、単林教者ならざるにあらず。 そや乱暴ならざるにあらず、あるいは偽るものあり、あるいはあざむくものありて、その風俗決して善美ならずといえども、ただ遠を隠れ、服の一時に至りては、必ず、我が国と赴きをことにするところあるべし。今、世の識者に、民選議員の説あり、また、出版自由の論あり。その特質はしばらく起き、もともと、 ここのの論説の起こるゆえんをぬるを広指揮者のゆえんは、けだし、今の日本国中をして、いにしえの御殿のごとくならしめず、今の人民をして、古のごて女中のごとくならしめず、縁望にかうるに活動をもってし、嫉妬の念をかちて愛きそうの勇気を励まし、かふくそしほまれことごとくみな自力をもって、これをとり、 満天下の人をして自業自得ならしめんとするの主位なるべし。人民の言論を塞ぎ、その業差を妨げるは、もっぱら政府上に関して、にわかにこれを聞けば。ただ、政治に限りたる病のごとくなれども、この病は、必ずしも、政府のみに流行するものにあらず。人民の間にも行われて、毒を流すこと、最も甚だしきものなれば。 政治のみを改革するも、その源を除くべきにあらず。今また、数言を干末に付し、政府のほかにつきて、これを論ずべし。元来、人の性は、交わりを好むものなれども、習慣によれば、かえってこれを嫌うに至るべし。世に、変人器物とて、ことさらに三尊壁有におり、世の交際をひくるものあり。これを、隠者と名付く。 あるいは、真の忍者に、あらざるも、世間の付き合いを好まずして、一家に併居し、俗人をひくるなどと、手得意の色をなす者、なきにあらず。このやからの意を察するに、必ずしも、政府のところ桶を嫌うのみにて、身を知りぞくるにあらず。その心志強弱にして、物に接するの言うなく。その努力強唱にして、人を入れることあたわず、人を、 る,ることあたわざれば、人もまたこれを入れず。彼も一歩を退け、我もまた一歩を退け、負傷遠ざかりて、ついに衣類のもののごとくなり。後には収敵のごとくなりて、互いに縁望するに至ることあり。世の中に大なるわざわいというべし。また、人間の交際において、相手の人を見ずして、そのなしたることを見るか。もしくは、 その人の言を遠方より伝え聞きて、少しく我が意にかなわざるものあれば、必ず、同情性あわれむの心を場所をずして、かえってこれを意味嫌うの念を起こし、これを憎んで、その実にかぐることをし、これまた、人の天性と習慣とによりて叱るものなり、物事の相談に伝言、文通にて整わざるものも直談にて丸く収まることあり。 また、人の常の言に、実は、カクカクのわけなれども、面と向かい手はまさかさようにもということあり。すなわち、これ人類の史上にて、官人の心のあるところなり。すでに、官人の心を生ずるときは、常実互いにそう通じて、援護嫉妬の念は、たちまち称賛せざるを得ず。古今に、暗殺の例少なからずといえども、よ常に言えることあり。 もし好機会ありて、その殺す者と殺される者通して、数日の間どうところに置き、互いに隠すところなくして、その身の心情をぬかしむることあらば、いかなる終敵にても必ずそうはするのみならず、あるいは無にの法有たることもあるべしと。右の次第をもってこう売れば、言路を塞ぎ、妙さを妨ぐるのことは、一人、 政府のみのみ病にあらず、全国人民の間に流行するものにて、学者といえども、あるいはこれを免れがたし、人生活発の気力は、ものに接せざれば生じがたし、自由に言わしめ、自由に、働かしめ、風紀も貧性も、ただ、本人の自ら取るに任して、ほかより、これを妨げからざるなり。